ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと聞いてもらえますか。ほいほい、あ、成長したってこと。おー、社長が一人前に成長しました。この子の成長のために旅に立つか、マンションに一人暮らしさせようと思います。よし、旅立とうか、ちゃじゅんちゃん。どちらがこの子のためになるでしょうか。はい、旅に出します。そうですよね、それがいいと思っていました。立派な大人になるために旅に出て気分を磨こうと思います。旅に出る前に何か整えた方がいいでしょうか。いや、そのまんまでいいと思うよ。旅先で出会った人に何か伝えたい言葉はありますか。特にないです。最近ちょいちょいまた出かけるときにトモコレを持ち歩いてるけん旅立てるようになったよ。めっちゃ詰まっとったけど、社長が立派に旅立っていきました。よかったよかった。記念にこれももらってください。今回他にも旅立つ子おるんじゃないかな。違うかな。おお、ほら来た。西尾から手紙が届きました。お、手紙、マジで久々やん。めっちゃ、お父さん、お母さん、あゆなのそっくりさん、お元気ですか。みきおです。なんでこのね、両親宛ての手紙にあゆなのそっくりさんも出てくるのか。あゆな島を旅立ってから、それまでに2つの島を渡り歩きました。目を閉じるとあゆな島の懐かしい人たちの顔が浮かびます。今、私はお友達いっぱいといいます。いいね、いいね、いいね。この島の夕日に心を打たれました。わんさか友達作って、この島の人たちに親切にしてもらい、私の感謝レベルは2になりました。同封した写真はこの島で仲良くなったババちゃんです。ババちゃん、まだまだ旅を続けるつもりです。それではお元気で。ミキオ、元気で。あんな服あったんやっけ。アイススケートみたいな感じ。ミキオが元気に旅を続けているようで安心しました。これからも見守りたいと思います。遠くからそっとね。いや、手紙めちゃくちゃ久々やった。はい、それじゃあ今回もこの島に新しく住んでくれる人がいるので QR コードを読み取っていきたいと思います。ということで QR コードを読み取る。さきさん、クール系、第一印象クール、特徴控えめ、注意深い、しぶとい、論理的、口調が淡々としている、きっちり型、何でも真面目にこなすタイプ、おとなしめだけど言いたいことは言う、ルールを破ることはほとんどない。おお、素晴らしい。なんかすごい規律を守れそうな感じ。さあ、それじゃあ早速訪ねますか。お、ハートマークがあるんですけど、ちょ待って、先に、あ、もしかして二人おる、ハートマーク。はい、さきさん入ります。ん、ですん、です。ルールを守ることにはうるさい女です。うるさいの？他人にも？最近、寝つきが悪いです。自分がルールを守るだけではなく、他人にも厳しかったりとかするんだろうか。はい、チーズどうぞ。まあ、ほどほどに。ほどほどにね。まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。あんだけのチーズでそんなにお腹太るかね。さあ、それじゃあ、ちょっとお部屋も。どうしよっかなー。キラキラ。トロピカルビーチスタイルでいこう。はい、どうぞ。新しいインテリアもありがとうございます。いえいえ。なかなかいい部屋ですね。お、気に入ってくれた。ここで部屋も見ていきますか？見ていきましょう。久々じゃない？この部屋。誰がこの部屋やったんかな、お前。ちょっと忘れたけれど。あのカニは本物なんだろうか。大丈夫、濡れよりよ。大事にします。ぜひぜひ、大事にしてください。さあ、そしてちょっと服も、プレゼントしていきますか。
どんな感じの、ジーンズのロングスカート。よし、それで行こう。はい、どうぞ。まあまあ気に入ったようです。よかったよかった。さあ、それじゃあ、ハートマーク。ハートマーク見に行こう。ああ、二人やね、やっぱり。ライチちゃん。子供ですか？久々の子供ですか？うん。うんうんうん。いいと思うよ。ぜひとも。子供がいたら、と想像したりします。今度はどんな子が生まれるかな？いいね。ですよね。これなんか男の子率が高いよね。女の子も。次女の子がいいかな。まあ自然に任せるけど。自分の直感を何より信じてます。うんうん。直感を信じて台湾さんを選んだ結果大満足。黒影さんに対してはちょっと不満げやけど。大丈夫？なんかちょっと友情に亀裂入らない？いただきます。どうすか？あんまり美味しくなかった。マジで。マジで。私は食べたことないけれど。はい、それじゃあ。お、千早さん。お、ってことは？子供？切ない。子供や。無事と旅館の間に子供がいたら、と想像したりします。ここ子供おったことあったっけ？一人おったんかな？ですよね。お礼にこれをあげます。なんでしょう。実用品 AR カメラをもらいました。ありがとう。いつか南の島でバカンスするのが夢です。あ、それならさっきの、さきさんのところに行ったら、ちょっと疑似体験ができるかもしれん。はい、枝豆でもどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか。結構美味しかった。よかったよかった。お、そしてレベルアップ。はい、道具で。サンドバッグ。いや、犬レンタル券で。はい、どうぞ。道具、犬レンタル券をプレゼントしました。さあ、そして友達マークもちょっと気になる件で。お、ミネットさんがやってきている。二人で犬と戯れているの。ノアくん、入ります。よかった、喧嘩じゃなくて。グッモーニン。グッモーニン。アッタントデートしたいのですが、あー、なるほどね、どこがいいでしょうか。うんうんうん、結婚してもラブラブなのいいと思うよ。喫茶店に行こう。いいですね。準備していこうと思います。いってらっしゃい。喫茶店に出かけています。ちょっと見に行こうか。めっちゃ話しよるやん。超話しよるし、めっちゃ笑ってくれよるし、いいね。こんなに話すことある、結婚して。すごい仲がいいんだろうな。そして気も合うんだろうな。ね。ああいう夫婦ならいつまでも楽しそう。さあ、一軒家の方は友達マークあるね。お、キングとノリちゃん。ラブラブなのはいいけど、その格好は。はい、キング。お呼び出しします。グッモーニン。グッモーニン。ワカメのこともよく知らないのですが、私とワカメとは気が合いそうですか？え、別にいいんじゃないかな。そうなんですか。ちょっと気になってきました。ぜひぜひお友達になって。人生は終わりがあるからこそ楽しいんですよね。人生の終わりとか全然考えたこともないし、考えたくもないけれど。まあね、どんな感じなんやろうね。終わりがなかったらまあ、頑張れんような気はするけど。まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。さあ、それじゃあ、みんなに募金を募りますか。
はい、みんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてって。みんな何かしらかぶっとるね何かしら。そしてメガネ率が高い女の子、超メガネやねん。今日は 25,970 円集まりました。ありがとう。はい、そして朝一。美味しい洋梨だよ。洋梨大好きだからいつにも増して安いよ。いらっしゃい。やっぱ私だから梨なの。毎度あり。よきよき。洋梨がちょっとよくわからんけど美味しいんかな。和梨と全然違ったりするんかな。はい、ミーニュース見てこう。有事になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。本日おー、吉春さん誕生日おめでたい。最近なんか誕生日の人多くない？お誕生日会の模様をお送りします。まあね、人が増えていけば増えていくほど誕生日なことも多いんだろうけれど。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアヨシハル、ハッピーバースデートゥーユー。いいね、ちゃんと彩香ちゃんも来て。おめでとう、おめでとう、ありがとう。ユニポンちゃんのあの、なんていうん、髪色とリボンが同系色ではあるけれど、こうちゃんと合わさった感じじゃないのがまた可愛い。さきさん早速インタビュー受け取るやん、はい、速攻でインタビュー受け取るやん。さっき引っ越してきたばかりだというのに。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。とりあえず最近引っ越してきた人たちは、まあ、まだ人間関係があれやけど、前からおった人たちは、まあね、結婚してる人たちだけを残してきたけん、ほぼ。みんなラブラブだな。